今日は他の畑で仕事があって、この南向きの竹林とその奥に来たのが遅かったので、全部片付けようと思っていた奥の方の草刈りも半分しか終わりませんでした。そちらの方はやったんですが、ここ、まあバナナはこの辺は植わってないんですが、ここだけ残ったので、次、ここをきれいにすれば、一回目は終わりですね。あとは夏の終わりにもう一遍しなきゃいけないと思いますがね。そちらの奥の方は今のところ、行く時間も勇気もないので、前に植えたボリビアバナナのメリクロンナがどうなってるかとか、ちょっとわからないんですね。他のムービーでも言いましたが、遅くなってからですね、その年っていうのは昨年なんですが、遅くなってから移植したものは、寒さにある程度強い品種、カリフォルニアゴールドとかゴールドフィンガーとかなどはさすがに親株がダメになって水芽を出してきますね。できれば培養の頃までには移植を済ませた方がいいと思いますね。秋にかかってから小さな苗を植え付けても、粘りが十分でないうちに寒さがやってきて、親株の成長点は持ちこたえることができずに、神経に残っているエネルギーで翌年やっと水芽を出す程度のことぐらいしかできないんだろうと思うんですね。まあ、レディーフィンガーはもうちょっと神経が大きかったので、そのまま、まあ、地上部は枯れたにしても、そのまま成長再開してきていますが、神経が小さいものは、やはり持ちませんね。まあ、今回というか、このような事例は、あちこちの畑で体験しましたので、本年は植え付けるんならもうそろそろ梅雨も明けますので、梅雨が明けるまであと1週間ぐらいでしょうかね、当地はに場所を決めて定植してあげる方がいいですね。でないと親株が成長した分の完全な喪失と、あと水芽の数はですね、やはり神経エネルギーとそれに見合う花茎の太さに比例しますので、たとえ二尺バナナのようなものでも、この前撮影しましたように神経と花茎が十分に成長していれば 4,5 本ぐらいの水芽を出してきますよね。神経がある程度の大きさを持っていても、寒さに弱い千人症のようなものを遅くに路地植え、定植しますと、やはり親株はダメになって水芽を、この場合にはたくさんは出せなくて2本、今のところ2本しか出してきていませんね。まあ、治癒訓練とかはまた別で、親株も成長再開するわ、水芽はごちゃごちゃ出してくるわで、まあこういうのは心配ないんですがね。
こういう雌雄金膳みたいなもの、ワフィオカルパ、カウパみたいなものは放っておけばですね、徐々に遷移していって、少しずつ少しずつ移動していって、おそらく群れをなすと思うんですね。集落をなすようになるでしょう、放っておけばですよ。ここから水面を取って他に移植してとか、そういうことをすればまた別ですね。まあ夕日が竹林南側のバナナの一部に当たっていって、もうちょっと夕日が沈んでいっても南側の向こうの方、西側の方のバナナには日が当たるんですね。こちらの方は全然当たりませんが、その代わり昼前からこのトカラ島バナナ、その他のあれこれのバナナには午前中の陽光も差してくるんですね。一長一短だと思います。朝日が当たって夕日も当たるというような場所でしたら望ましいんですけれども、なかなかそういう場所もありませんのでね。そして北の方は完全に暴風対策ができているというようなところがあれば、これはもっともっと早めにですね、これらのバナナもですね、開花結実を迎えることになるんですが、まあ、午前から午後2、3時頃までの日当たりがいい場所と、それから昼過ぎから夕日までの日当たりがいい場所と、まあ、同じ竹林でも場所によっていろいろな差異が出てきますので、それはやむを得ないことですね。まあ人間でもそうですよね。会社に勤めてても、まあ私はあまりそういう経験ないのでよくわかりませんが、良好な日当たりの役目をしてくれる上司たち、同僚たちもいれば、影を作ってくれる上司とか、まあ同僚たちもいることでしょうしね。すべての好条件が自分に向けられるなんて、そんな場というのはないと思いますね。またそういうようなことになると、例えば風が吹くから植物はしっかり根を張らなきゃと思って粘りを強くしますよね。それと一緒でして、抵抗があるからそれに耐えうるだけの粘り、立脚をしっかりしなきゃと思うわけでしてね。無風状態のままっていうと、突然強風、突風、台風みたいなのが来ると一発でやられてしまいますよね。現象世界ではやはりあれやこれやの抵抗があって、それにめげずに成長していくという意志を持っている生き物が強くたくましく生きていけるんだろうと思いますね。